SMBC 日本シリーズ2024第6戦 d n a ソフトバンク2024年11月3日横浜。写真、より小さい d 層、初回、桑原は気迫のヘッドスライディングで内野安打。日本シリーズは3日、横浜スタジアムで第6戦を行い、セ・リーグ3位から勝ち上がった d n a とパ・リーグ王者のソフトバンクが対戦。対戦成績を3勝2敗とし、 1998年以来26年ぶり3度目の日本一にあと1勝としている d n a が2回に先制した。0 0で迎えた2回だった。この回、先頭で打席に立った筒香はソフトバンク先発の有原のカウント2ボール1ストライクからの4球目の真ん中低め直球をバックスクリーン右へ運び、先制点を奪った。中継では横浜スタジアムの外の様子が映し出されたが、 球場内に入れなかったファンが体制集結し、先制点に大盛り上がり。パブリックビューイングをやっているわけではないが、26年ぶりの日本一を前に体制のファンがスマートフォンなどで試合をチェックしているようだった。この様子にネット上では、ハマスタの周りがすごいことになってる。t v のにあんなに集まってるのか、これは今から行くしかない、すごい盛り上がりだ、雰囲気やばい。 館内がすごいことになってる。俺もチケットないけどハマスタ来たぞ。などの声が上がっ